皆さんこんにちは、モトラットつくばです。今回は R9T のシリーズの、マフラーの音をちょっと聞き比べやってみたいと思います。バックナンバーで例えば車外マフラーとかの音量を音をこう聞くとかそういうものはあったんですけど、R9T 今現行で5車種ありますんで、ちょっとそれぞれこうデザインが気に入る好きなオーナーさんはそれぞれオーナーさんになっていただいてますが、非常にこう迷われている方も実際いらっしゃるということで、マフラーのその音も一つ検討材料になるかと思って今回作成しております。今撮影してますのが、アクティブ様からちょっと、借りてます R9T のこのカスタム車です。右側の車両は今年2017年にリリースされました R9T ピュアという車両です。こちらのアクティブ様の車両は10月の下旬でも返却してしまいますので、この2台のこの音、まあそうですね、ライディングのこの比較市場は、ちょっと時間的にも限られております。ぜひちょっとお早めの来店をお待ちしておりますが、まずちょっと音量をちょっとそれぞれちょっと検証してみます。はい、音ですね。ちょっと危ない気でした。その次にちょっとピュアです。昨日実はこの試乗車を下ろしまして、皆様にこの、まあ、バイクを体感していただけるということになるんですけど、このマフラーが正直言うとたまらなくいいです。本当にいいです。本当にぜひ乗っていただけると良さが分かります。映像装置ですとね、音ってちょっと分かりづらいんですけどね、お問い合わせとかでも音の質ってどんなんですかって実は聞かれることが多々あります。非常に答えづらいです。乗っていただいてこうパワーのパワー的なトルク感とか体感していただくのはもちろん大事なんですけどね。いや、非常にこの車両はスタッフもそうだったんですけど、お客様も非常に好評です。マフラーの音がいいですってなかなかちょっと表現難しいんですけどね。ただ近年のこの BMW のラインナップの中で、マフラーがいいってなかなかちょっとないんじゃないでしょうか。水冷ボクサーのもちろんサウンドも素晴らしくいいんですけどね。はい、このマフラーってもともとピュア、レーサー、あとアーバン GS に、装着されてるんですね。はい、まあ、メーカーのエンジニアもやっぱりここはすごく重視して作られたんだと思います。もちろん日本出しの方もいいんです。で、社外品のアクラオビッチ の純正オプションの音も非常にやっぱり好評は好評なんですけど、ね、ノーマルでここまでっていうのは正直すごいなと思いますね。はい、このピュアってモデルは、まあ、サスペンション自体はこうセリーズフォークであってショート
で5車種あるんですけど、それぞれフォークキャスター角が違うとか細かいところでこれぞれこう違いを出しているということなんですけど、何しろシート高がピュアは低いです。シート高775ミリというもうほとんどロードバイク、今 の BMW のラインナップ中ですとこれより低い R1200 ロードスター並びに RS 日本仕様ですとあのシートがついてますので、それよりはちょっと高いとはいえ、まあ、実際オリジナルのR90、そうですね、アーバン GS とか800ミリ、80センチ以上のシート高ですから、非常にこちらは、女性ユーザー、もしくは小柄な方にも非常に好評ですし、大柄な方でも意外と乗ると、なんか下のクラス乗ってる感じで意外と楽しいんですよね。ぜひおすすめです。この2台の乗り比べはちょっと時間がもう限られております。10月下旬にこちらの、アクティブ様の方は開始になってしまいますので、ぜひ、間に合えばお待ちしております。営業時間内に、明るい時まで試乗ができますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。